とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、今打ってるこの弓、久しぶりにね、使っていこうと思います。今までだいたいハープクロスボウを使ってたのよ。これがね、まあ無難なんだよね。無難に強いからこれだったけども、ちょっとね、これまあ昔よく使ってたやつ、パワーを上げてみました。249だね。でエンチャントがマルチショットパワー無限がついてます。かなりね、使い心地はいいのよ。で一発のダメージが83万ぐらいダメージを与えます。まあ近距離で、マルチショットが出た時がかなりダメージ与える。500万ぐらい与えるのかな。うん、かなりいいと思うんだけど、これを使って古代狩りやっていきましょう。今回の古代狩りユニークを2つ入れてみて 84% だね。ゴーストリーアーマー初めて入れたかもしんない。新しいボスが2体出てます。出てきてくれるかな。 84% アポカリプスプラス25です。いきます。うわー、ここか。嫌な場所だな。チェスト、おぉ、16。で、シークレット3。これは、古代人かなり出るかもしんないね。かなり出る可能性は、ある。まあ、普通のハズレ穴が、おい!やば!いきなりやば!おい!よし!ダブルダメージとかやめろよ!よしよしよし。もう!まあ、オッケーオッケー。あ、こいつは、うわあ、嘘!ダブルダメージだからか、いきなり死んだぞ。嘘でしょ。嘘。やば。古代人じゃなくて普通に死んだ、これやばい。もう。でも、この装備はね、やっぱめちゃくちゃ強い。あ、爆発もいい感じだね。爆発も、いい感じで。あいつは取っとかないと。クリーパーが、めんどくさくなるんで。ナイスナイス、いい感じだよ、お前。いい子だ。もう、霊気も嫌だね。うん、攻撃速度が速いやつは、そんなに気にならないかもしんないけど、この装備でね、霊気来ると、ほんとやりづらい。いやー、でも一発目で死んだの嫌だな。いきなり死んだのほんと嫌だ。2発でクリーパー沈めるんで、あ、やりやすいな。やりやすい。ただ、数が少ないんだよね。よっしゃ、オッケー。いい感じでマルチが出てくれると、はかどる。おいおいおい。いいよいいよ。あ、100万ダメージ超えるね。一発。これは強いわ。おうおう、やっぱり死ぬ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 。もう大電。いや、待って待ってって待ってって。お、爆発がいい感じに効いたな。これハープクロスボウ一択かなと思ってたけど、いや全然そんなことない。ちょっと待って、おい、もうやめてくれ。よし。あー、危ねえ、もう。死ぬ死ぬ、もう死にたくないよ。オッケー、回復した。行きましょう。おっ、おい、あっぶねえ。あ、でも、おい、ちょっと待て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 。もう、この、エンチャントクリーパーやめろ。エンチャントクリーパーやめろって。よし。お前も、ああ、弓はめちゃくちゃこれいい。使い心地いいよ。とりあえず古代人まで行きます。おお!初めての場所だ。これ新しい敵かもしれない。いや、間違いないね。初めてだと思う。ええー。まあ、とりあえず、押して、これ後ろに逃げたがいいな。ちょっと後ろに逃げて、様子見ましょう。はてなはてなはてな?
変更、あ、峠か。え、取り巻きは何？取り巻きは何がいるの？お、お、え、こいつならいけるよ。あ、ま、こいつらの親玉みたいな感じか。いけるいける、これだったら。よし。オッケーオッケーオッケー。余裕余裕。俺の爆発の力舐めんなよ。オッケー。ゲット。あ、弱体化持ってんのか。あー、なるほどね。でも今の俺の装備では結構倒しやすいやつでしたね。オッケーオッケー、次行こう。やばい、イリュージョナーがいる。やべえな。オッケーオッケーオッケー。おい、まあまあ倒してやりましょうよ、イリュージョナーぐらい。よし、ちょっと白くなる。あー、来た。え、待って、どこだ。やべえ、結構つらい。オッケー。いや、ダメージ入らんな。ダメージあんま入らん。オッケー、オッケー、オッケー、いた。うったい。よし、オッケー。え、どこだ、いないぞ。あーあー、あいつ打ってほしい。ちょっと待って、一回体勢を立て直したい。一回体勢を立て直そう。オッケーオッケーオッケー、回復した回復した。え、お前か。いや違うな。ん、あ、倒した、あ、倒したのか。あ、いやまだだよ。ほら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 、いた。え、だからダメージが入らないんだよ。え、ダメージが入んない。おい、お前、ちょっと待て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 、やばいやばい、やっべ、死ぬ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 。あいつあんな強かったっけ。ちょっと待って、まずはこいつを倒しとかないとやりにくいからね。出てこい。ちょっと待って、北極熊うっといな。あー、来た来た来た。おい、倒した倒した。おしよしよしよし。今回の古代狩りむちゃくちゃきつい。敵がエンチャントがめちゃくちゃ多すぎるよ。あ、こう外れかい。あれ、もうないか。ないね。いや、もう全部取り尽くした感じか。あ、もうクリアだわ。うわ、でも最後の最後きついってこれ。最後の最後めちゃくちゃきつい。いやー、来た。もう。でもね、このね、爆発する弓っていいね。うん、まあ今日はこれを使おうということでやってたんだけど、これ今後もいけるわ。いける。あのね、変更が効かないっていうのもいいし、これマルチショットと、あとなんだ、他のスキル、連鎖反応とかか、そういうのが重なるとめちゃくちゃ倒すし、HP も回復するんで、これはめちゃくちゃ良かった。それでは、お楽しみの商人見ていこう。今回いいの来てよ、頼むぞ。あー、まあ、あー、トゲか。よくないね。クールダウン1個はついてるんだけども、トゲがいらないな。いりません。はい、次。いまいち。ここも、いらないね。なんかね、黄金のね、防具がめちゃくちゃ欲しいんだけど、やっぱり、ね、出ないんだよね。そう簡単には防具は出てきてくれない。お、これは悪くな、あ、いや、エンチャントの一番右がいらないや。クールダウンショットが黄金でついて、バーストボーストリング、で、マルチショットがあるから、これ悪くないと思ったけど、よくないな。いやー、よくない。ダメだな。
はい。では、出てきたやつはなんだ？あ、デュアルクロスボウか。うん、いりません。はい。ということで、今日はこれ、ファイアボルトスロワー使ってみたけど、これね、いいです。いい。変更が、効かなくなるし、まあ、あのレベルのクリーパー、まあノーマルだけども、2発で倒せるっていうのはでかい。で、こう連鎖反応と、マルチショットが、一緒に出た時とかは、HP がもうほぼほぼマックスまで回復できるので、良かったです。はい。ということで、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。